こんにちは、川田です。今日は本橋隆一の資産形成塾、これを始めたいと思います。本橋さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんか久々なような気がするんですけど、そうでもないですかね。そうですね、しばらく対談以来だったかもしれない。はい、今日はどんなお話を聞かせていただけるんでしょうか。はい、今日はですね、まさに川田さんの番組にぴったりな方で、ほう、本当にアメリカ株式を楽しんでいらっしゃる方っていう例ですね。はい、で、本橋さん、自己紹介もうちょっとだけ。ちょっとだけ、はい、わかりました。こんにちは、本橋です。私は2017年の夏から IFA に推してまして、まあ、それまで20年間、まあ、金融機関で富裕層のアドバイザーをしていましたけれども、うん、独立して今の立場になっています。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、で、今ちょっとお話しいたしましたけども、どういうお客様っていうかって言いますと、まあ、この方 S 様と言いまして、はい、まあ、60代の、半ばですね。もともとはですね、上場企業の、まあ、兄弟2人で始めた上場企業を経営されていて、数年前に取引先のアパレル会社にですね、その株を株式交換で交換して、うんうんうん、でその交換した上場企業の株を売却してお金が、まあ、セミリタイアですよね、うんうんうん、いった方になります。うん、で今はそのお金でですね、まあ、ちょっと事業が立ち行かなくなってしまった小さい会社に投資をして、まあ、ベンチャーキャピタリストみたいな感じでアドバイザーを何社かやられている方なんですよね。楽しそうじゃない。まあそれはね、やっぱり今までの知見を生かしてまあ世の中のためにお役に立っておられる、はい、ということですよね。はい、そうです。なんか顧問の会計士さんから紹介された投資先にいくつか経営者が、まあ、フィット感があるなっていう人にお手伝いしてさせてもらってるって感じですね。はい、で私との関係は、私が関与するネット証券のアドバイザリー講座と、あとまあいつもの大手の2つの独立系の証券会社さんとですね、あとメガバンクと、でこれ非常に特徴的だなと思うんですけど、出身地の地銀さんもいまだに仲良くされていて、東京支店の担当者とか支店長とかも昔からの知り合いらしいんですよ。なるほど。ですからそこのパイプも非常に大事にしてる、こうビジネスの付き合いをとっても大事にする方ですよね。うん、もう経営者らしい方です、本当に。はい。で、僕との付き合いっていうのは、丸3年なんですけど、実はですね、ちょっと変わったルートでご紹介いただいた方で、私の前職のプライベートバンカーの知人からですね、まあ実はその方が事業会社に転職しまして、まあ、金融の取引のサポートができなくなってしまうということでしたので、まあ、私のところに見てくれないかっていうご相談があって、でその時の言葉が、社長すごいいい人なんだけど、デマンディングでちょっと大変かもしれないねっていうことで言われたんですよ。まあ当然ですよ、ね、私は何も PB から足を洗ったっていう、まあ、他の業界に変わったっていうことですか、その前任者。そうなんです、そうなんです。はい、事業会社の方に IR とかやってるので。あります、わかります。はい、お客様の方に行ったってことですね。はい。でその時のお客様を見てくれっていうのがあったんですよね。うん、で非常にディマンディングっていうのはね、面白い、ね。はい、まあ、いわゆるわがままですね。わがまま、そうそうそう。お金持ちならではの非常にわがままな感じ。そうですね。を受けました。ですけど、まあ、取引については、まあ、いろんなことをいろんなところで やられていて、まあ、楽しんでらっしゃいますし、うん、あとは、まあ、いろんな、1年ぐらいやってた時に、やっぱこう、他社でのセカンドオピニオンとかで、ささっと電話かかってきて、これどう思う、うん、これどう思うとかって言われるので、うんうん、まあ、そういう時に、まあ、経営者なんでしょうね。すぐお答えを返すのが、すごいやっぱ、おお、いいね、みたいな感じかなと思ったんですよ。で、そういうのはすごい1年ぐらいで僕も勉強させてもらって、向こうは本橋さんを試してたって言ったらだけど、間違いなくそうだと思います。ああ、なるほどね、はい。こいつはちゃんと答えてくれるやつなのかなとか、うんうんうん、まあ、本当経営者ならでは の、うんうんうん、印象を受けましたね、うんうん。で、知人からのご紹介だったんで、すごく僕も無限にできないなと思ってるんですけど、全く2年ぐらいは、お口座は空いてたけど、まあ、ご資金も入れていただけませんでしたし、提案してもまあ何かするってことがなかったんですよね。なかなかビジネスが進まなかったなっていう印象があって、でもせっかくのご縁なんで、3年ぐらいは、まあ、信頼作るのに大事かなと思って、結構そこに集中したんですね、私も。で、そんな中で、去年の3月に、まあ、コロナの大事件っていうか、まあ、突然現れたコロナ禍っていうのが出てきて、
で、いろんなですね、社長社長ってこういろんな人がこう付き合いで寄ってくるんですけど、それが一気にパタッてなくなっちゃったんですよ。そうなんです。まあそういう時期でしたからね。外出自粛だとか、人に会うなとか。で、そういう時私もコミュニケーションが取りづらくなっちゃったなと思ってたんで、まあ当時ですね、まあこの人だったらどういうふうにしてもらったら嬉しいかなと思って、実はメルカリでウェブカメラをこうたくさん買ってですね、で、それをこの人のところに送って、ズームの設定をこう、リモートでしてですね、社長これで電話会議とかやりましょうって言ったら、すごくそれは、喜んでもらってですね、刺さったって感じですか？いいね、これとか、これでも取引できるじゃんとか始まって、で、そこから徐々に、もたし君だったらこういうことできるんだっていうことで、まあ、お金を入れてもらって、で、まあ、チャンスですよね、下げんとかね。で、ここで一気にやりましょうって言って、何やるんだって、アメリカ株ですって言って、アメリカ株が始まったのが、ご提案からお取引スタートしたっていう感じですね。で、この方と言ってたのは、何にも口座あったけど取引してなくても、まあ、いろんなことをこう情報提供してくれて、で、僕としても、まあ、IFA なので、営業方針とかノルマっていうのは一切ない立場ですから、すごくこう、長い関係構築の時間が取れたかなと思うんですよ。普通はなかなかね、こうやってじっくり構えるとかっていうのは、もう目先の収益上げないとダメっていう立場の人は、だと思いますねえ、ね。そうそう、わかるわかる。まあ、僕も十何年そういう立場でしたんで。で、やっぱりその間に転勤もしちゃいますし、どこまでなーって言ってももあるので、まあ、それはすごくですね、僕にとっては良かった。あの時期はですね。なるほど。で、あとまあこういうことはいろいろいつもみたいにしてますけど、時々ですね、こういう立場ですけど、僕の勉強会なんかもこそって入ってきて、カメラオフでいい？とかって言われるんで、川さんの時もいたんですよ、あ、ちっそうちゃいなん時。ですか。で、愛のいいよねとか、で、私が作ってる月刊誌なんかも、すごいいい感想をもらってて、ああいうのって思いが詰まってていいじゃないかとかって言われて、で、まあ、このもう、人、上司ですね。上司。まあ、僕にとってはビジネスのメンターみたいなところもあって、で、この方も上場するまでは、なんとかちゃんの独り言だったかな。なんかそういうのを書いてたんですって、ずっと。で、上場すると、いろんなこういうところから、いろいろ言われますよね。政治のこととか、銀行の悪口を書いちゃうと。だから上場準備になったらパタってやめたんだけど、とかって言って、俺前のやってたんだよ、とかって言われて、すごいこう、嬉しいフィードバックもいただいたりとかするので、まさに3年を経て、今いろんなこと一緒に、まあ勉強を僕もさせてもらって、株式投資もサポートさせてもらってるって感じですね。対面証券の営業マンだとほら、そんな勝手なことできないじゃないですか。そういできうないね、ですよね。自分でブログ書くとか、そうレですね、ターそうで書くすとね。かね。そういうのは大変な差別化ができる、いい、まあ、ある意味、いい立場に今はいるわけですよね、元橋さんもね。そうですね。まあ、お客さんのことをよくし、しら、お知らせいただくんで、僕のことも話さなきゃいけないなと思いでやってるので。ですから、まあ、この方とのキーワードっていうのは、こういった今までのビジネスのご縁の、まあ、ご出身地の地銀とか、主幹事証券の大手なんかも、まあ、付き合いも大事にされていて、まあ、プライベートバンクの方とかたくさん来るんですけど、そういう方ともちゃんといい顔をされるんですよ。で、まあ、もともと出身地の地銀の東京支店の方なんかもちゃんと数億お預けしていて、ちゃんとこうノルマに貢献してあげていて、やっぱもうりしてあげてま目すし。配りが目配せって言うんですか？そうです。ちゃんといい付き合いをしていればいい話が絶対出てくるっていうのをよく知ってると思うんですよね。取引先の紹介であったりとか。で、そういうのを、まあ関係性をせっかくだから維持しながら、で、ただビジネスとか投資もやっぱり知的好奇心を楽しみたいなっていうのをよく言ってるので、まあ一緒にそういうのを考えてくれる相手がすごくこう、まあ求められてる方だなっていうのは僕も毎日、よく感じますね。まあ、人格的にも立派な方だろうから、そういう意味で本橋さん自身も成長できるっていう人そうですですよね。ね、この方ね。まさにプライベートバンカーとしてのお付き合いするべきたる方って感じですね。で、本当にやり方としては、銘柄のがん、あの選定とか、どういうふうに経済を見てるかとかっていうのを、まあ、
アメリカ株を本当に楽しんでらっしゃると思うので、まあ、だいちょっと赤くしましたけど、ビバアメリカ株式の、あの楽しみ方の例かななんて思います。で、この方はまあよく出てくるのは、こういう母さんでやってた勉強会にこそっと出てきてくれたりとか、まあ、あとは、まあ、ちょっとここだけだったかな、この人が。まあ、出てきてくれたりとか、うん、僕の創業者追試みたいなのも楽しみにしてくれてたりとか、で、お山が好きなんで登山とか行くんですけど、うん、この辺のコーナーなんかはその方をヒントに確か、あのコラムを書いて新聞社に送ってるみたいなところもありますね。へー、人生後半戦の下山の思想で、あの取引をされどうするかとかですね、うん、で今のポートフォリオっていうのが実はこんな感じになってて、全部アメリカ株式。これは本橋さんのところでお付き合いのあるのはアメリカ株で、他では日本株も多分お持ちなんでしょうね。はい、そうですね。あの大手の D さんなんかだと、ロボテックのファンドをやってたりとか、うん、はいはい、N さんだと日本株とかですね、うんうん、まあ、そこは IPO をたくさんあの結構くれるみたいなんで、うんうん、日本株のファンドで、やっぱ外国株。アメリカ株はよそで買ったときは買いますと必ず僕に教えてくださいって言ってて、ええ、そこのコストなんかも結構把握してるんですよ、私。なるほど、うんうん、あの D でビザをですね205で買ったんだよって言うと考えていて、うんうん、だったら200ぐらいだったら入ろうかなとかっていうことを提案できるんですね。なるほど、なるほどね、うん、だからまあそのあたりとかも、まあ、アメリカ株については、まあ、あのどういうふうに銘柄を彼は選んでいるかっていうのと、どういうトレーディングをしてるかっていうのを後半でお話ししたいかななんて思います。はい、わかりました、はい、なんかすごく聞いてるだけでなんかこう理想の関係っていうのを築いておられるのがなんかこう見て取れるっていう感じです。でもですね、はい、わかりました。結構忙しいですよ、結構忙しいですよ、まあ、上司ですからね。そうそうそう、はい、わかりました。それじゃ あの前半ここまでにして後半またお願いします。はい、はい、お願いします。ありがとうございました、はい、失礼します。